よろしくお願いします。変態クソ投稿者によるおうちリフォームシムハウスフリッパーの実況動画です。このゲームは簡単に言えば、家を清掃、設備の修理などで家の価値を取り戻し売却する流れになるようです。とりあえず始めてみたいと思います。お願いします。だきったね。そうだ。じゃあまずは体の基本の正拳突きから教えるから、まず俺は見本見せるからよく見てろ。残念ですが、このゲームバトル要素はありません。ラブ&ピース。ではまずは基本のゴミ拾いから始めます。クリック一つで簡単に除去できます。そう、こんな感じに。集めたゴミはどこかに捨てる必要もありません。マジっすか。部屋の中もかなり汚い状態ですね。あー、めんどくせー、マジで。最初のうちはノートパソコンに届くメールの依頼をこなしましょう。もう少し家の中も見てみましょうか。どこいじくってんだよ。引き出しを開けたらアイテムもありませんね。このゲームでは何でも移動することができます。大きな家具も小物も好きな配置へ置けます。するとは言ってません。トイレとお風呂場も見てみましょうか。便所は汚いけどな。個人的に水回りが汚いのは我慢できませんね。お前世の中汚いことだらけなんだぞ。ではお仕事を開始したいと思います。お仕事か、あ、まずいですよ。失礼しました。PC に違う画面が出ておりました。今後は気をつけます。よし、今日は逆さ釣り虫攻めをしよう。あれさ、おい、そろそろバイトなんだよ。 PC のメールを開くと仕事の依頼が届いているので、最初はこの仕事をやっていく形になります。すげえよ、簡単だから。本当だ、簡単だった。では早速この仕事を引き受けたいと思います。30分で5万稼げそうですね。大丈夫だって、安心しろよ。お仕事内容ですが、元彼に部屋を荒らされた女性の家の清掃、取られたラジエーターの取り付け依頼ですね。汚いね。ゴミをぶちまけられてますね。これはいろんな意味で汚い。もうクソまみれや。とりあえず回収できるゴミを片付けないと掃除もできませんね。ああ、ちょっと綺麗にしろ。ゴミを回収していくと右のゴミを除去するが増えていき、100% になれば全て除去完了です。見える見える。これが最後のゴミですね。これで全て完了のはずです。第2しか満足するまで終わんねんね。ここで汚れを落とすツールを使います。前後にピストンするだけで汚れなら何でも落とせます。油汚れも落とせる万能、はたきくん本当に欲しいです。特定の行動をある程度行うとスキルアップができます。スキルがあればより仕事の効率を上げることが可能です。これこそ食通だな。スキルアップしたことでより早く汚れが落ちているのが実感できました。これは期待の新人だ。ベッドの汚れまで落とせます。このはたきくん万能すぎる。すげえ白くなったの、はっきりわかんないね。おや、 100% になってないということはまだ汚れが残っているようです。いけませんね。あ、そこの足拭きマットか。これで汚れ掃除は全部完了ですね。あ、そうだ、はい。次に取られたラジエーターの取り付け工事です。まずラジエーターはタブレットから注文する必要があります。ちょっと待って、はい、購入できるものが多すぎるので検索を使って探すこともできます。はい。ラジエーターをただ配置しただけじゃダメです。
取り付けの設置工事もしなければなりません。ああダメダメダメ。ラジエーターってこんな取り付けでいいんですかね。あもうわかんねえな。緊張すると力出ないからね。これでラジエーターの取り付けは完了です。まずいですよ。ちなみにこのゲームは掴めるものなら何でも移動させたりできます。しかもお客さんの家でもできたりしちゃいます。何やってんだよお前。荒らされてしまった部屋の家具もきれいに配置しておきましょうということもできたりします。見とけ見とけよ。指定されている目標以外のことをやっても特にメリットはありませんけどね。そういえばクライアントの方、元彼とけじめをつけると言ってましたね。親が一番ですよ。このタブレットは武器も注文できるのか。ついでにドクターバッグも用意しておきましょう。まだ時間かかりそうですかね。ドクターバッグもありましたね。早速デプロイしておきます。ドクターバッグ置いたで。とりあえずこれでお仕事は終わりですね。完了報告を行います。終わり閉店以上お疲れ様。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。